こんにちは、トリカラチャンネルです。カブトエビ飼育再開からの3日目です。昨日孵化したカブトエビちゃんは今日も元気に泳ぎ回っています。ああ、今朝も一安心です。早速、餌をあげてみましょう。今回の飼育では、学研の付属の餌は使わず、いいシュリンプ用餌、これでやってみます。以前は、カブトエビ飼育における最強餌として、怪しいドーフレークという神餌が存在していたのですが、現在はもう、残念ながら手に入りません。すりつぶした餌と粒のままの餌、両方楽しんでもらいましょう。食べ残しは12時間後に回収します。古い餌を回収した後で新しい餌を投入です。カブトエビちゃん、まだ小さいので食べている様子がよくわかりません。お食事の様子が取れるのは何日か先になりそうですね。もちろん生き抜いてくれれば、ですが。この餌なら、多分大丈夫と思いたいです。クレソン栽培水槽、順調ですね。クレソン栽培水槽と呼ばれても仕方なし。一応、カブトエビちゃんの新居になる予定。美味しいクレソンが待っているから、順調に育っちゃってください。ご視聴、ありがとうございました。カブトエビちゃん、また明日も生きていてください。